ル業界を盛り上げようということで始まりましたチキラーゴルフ。今回は大阪まで来ました。ここで誰に会いに来たかというとこの方です。はじめまして、大阪出身の中西直子です、はい、よろしくお願いします。今回は中西プロにゴルフについていろいろお伺いしたいと思います、はい、それでは、チキラー、はい、次はスイングについて聞きたいんですけど、はい、スイングねスイングは、で、なんか一番意識してることっていうか、はいはい、こうやな、スイングを変えたと聞いたの。おぉ、なるほど。聞いたかな、それ、言ったね、聞いたよ、よっしゃ、じゃあ言いましょうか。で、じゃあスイング、じゃあ何を変えたかというと、まず一番最初、左の壁を壊す。左の壁を壊すことによって、スイングが一段と。左の壁作った方がいいって言うじゃん。そう、やっぱり球って捕まった方が飛ぶんや。捕まった方が飛ぶんやけど、結局普通の人というか僕もそうやったけど、捕まえようとすると左サイドが止まっ、こっち左足ね決まっちゃうから、こっち前方した方がいい。そう、まあいいね。こういう感じね。こういう感じになっちゃう。ああ、そう、そう、前からみたいなね、こういう感じになっちゃう。そうすることによって、組み手の条件があり得るのが、こっちが止まることによって、それが壁を作る動き、壁を作るイコール止まっちゃうってこと。そう、自分はね、うん、この人それぞれ。あ、そうなんだ。人が壁を作って、自然にターンする人っていうのは、ターンしていく人は、だいたいこっちのお尻がだいたい強い人、こう柔軟性がある人っていうのは、このスペースがなくても自然と柔らかいから動くの。でも自分の場合はお尻がちょっと硬いから、自然と壁を作ろうとするとこっちが逃げ場所がないから全部止まっちゃう。だからそこで意識したことが壁を壊す。いい。例えば、でもさ、アマチュアの人の方もだってさ、お尻硬い人多いよね。多分ね、まあ俺はプロゴルファー、これが仕事なので、あのトレーニングとかいろいろしてるけど、まあ景色だったりとか、そういう緊張した状況だったりっていうと、やっぱ下半身が固まってくるからね、動かしづらいから、そういう時にやっぱ止まりやすかった今まで。まあそれがあのね、なかなか賞金を稼げなかったっていう、多分いろいろ繋がってくると思うんですけど、一昨年ですかね、その野球選手のマイアミ監督ですね、阪神の前監督に教えてもらったのが、野球のアンダースロー、投げるアンダースローね、こうアンダースローね、アンダースローとゴルフはちょっと似てるって言われて、まあ、ちょっとというかだいぶ似てるって言われて、でそれを自分なりにどう似てるのかなって解釈したときに、アンダースローでこうやって、これがトップですよね、トップですよね、ダウンスイングですよね、インパクトですよね、投げますよね、こういう状況でこう行くわけだけど、これで左サイドが止まったら行きますよ。確かに。そう。浮いてくるから、それをこう止まったら浮いてきますよ。だから僕の場合は左足を邪魔やから少し引いて邪魔をなくした。分かる。だからイメージ的にこっちの壁すべて、まあ、アンダースローと一緒で打つときに、それこそさっきアドレススイングプレーって言ったけども、これを前提として、第一前提としてトップしますね、アドレスしますね、テイクバックスイングプレー、ここからこっちの壁を潰すためにアンダースローと一緒、目標を全部抜いちゃう。うん、そしたら自然とスイングがオンプレーに戻ってくる。オンプレーに変えるところと抜けるところ、うん、オンプレーに戻ってくる。だから僕の場合は左壁を壊すこと、今までこうやって止めてたものをアンダースローに変えましたね。
アンダースローで捉えて、逆に言うともうこっちがポップしっかり回した上で、そして左サイドの壁を壊す。え、なんかさ、左足が動くって言ってたじゃん、うんうん、それってそういうことだよね。それってそういうことだから、狙ったところを戻したりとかそういう状況になってくると、ハードヒットっていうよりもこうスイングスピードを抑えて一定にして、狙いたい時っていうのは左足を動かさないんだけど、例えば8番円でそのシンプルなショットが157ヤードって言ったけど、絶対に165ヤードキャリー出してる時って絶対出てくるんですよ。そういう時ってハードヒット必要ですよね。そうなってきた時に左足が邪魔やから、自然とアンダースローのイメージになってきたら、体が足が勝手に動いてくる。結構動くじゃん。結構動くよ。結構動く。そう、ちょっとアップで撮ってみて、うん、アップで。いくよ。これね、キャリーめちゃめちゃ動く。そう、これね、邪魔だからすっごい邪魔なの。あ、そうなの。そう、でもこの動かすことによって、左足動かすことによって邪魔だったはずのこの左足くんが生かされてくる。うん。だからなぜかというと、これってタイミング合わへんかったら全てもう頑張られなくちゃうから、うん、そういうのを全て意識して前傾ね、前傾は上体で前傾合わせるんじゃなくて、ヒップ上にね、お尻の角度で骨盤で合わせる。で、抵抗姿勢をくれる。あとはリズムよく。あれだね、結構さ、もう超意識してるのって、このお尻の結構前傾すごい意識してるんだね。うんうん、もうさっきからさ、さっきから言う。もうこれ絶対やから。もう生と死が絶対っていうぐらい、お尻絶対。そうなの、うん、結構ナオトの中で一番考えてるってお尻だったんですよ。もうすごい、もうヒップジョイント、ヒップジョイント、うん、これ書いてる、ヒップジョイント、ヒップジョイントそれ嬉しいよヒップジョイントね。あの股関節っていうのを英語で言うと、うん、股関節って大体みんな、あの日本人の人たちって、うん、この前を意識するよ、うん、ここを意識するよ。でも骨盤って英語で言うとヒップジョイント、ここやん、後ろ側でゴルフする。うん、そうそうそう。で、そうなんだ。そうそう。前で、これも一つ俺の意識してるところだけど、前側でゴルフしない。前側でゴルフしちゃうと体当てに行っちゃうから、うん。でも、ヒップジョイント。お尻側で打つと、背中で打てるから。背面で打てる。なるほどね。打つスイングというよりも、当たるスイング。これすごい大事だ。打つスイングより当たるスイング。ジェケル。でもそうだね。そうそうそう、本当そうだよ、うん、だからそれを意識しながらね、うん、正しい方ですね。なんかです、まあ、ヒップジョイントの腰、うん、すごいだよ。あとスイングプレー意識して、左足動いてますね。躍動感あるよね。すごいね。そう、逆の発想、うん、そう、逆発想ね。逆発想、これすごい大事。そしたら自然とここにいますね。それでさ、良くなったんだからさ。そうそうそう。だからイメージは左足のこう、左足をなくすよりもアンダー下投げするイメージかな。だから目標方向を向きながら、そう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 、イメージ的に目標方向、打ち出したい方向にこう打つイメージかな。打ち出したい方向に向きながら、そう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 、ルックアップするイメージかな。まず、そうそうそう。ボール見なくていいよ。そう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 、残しちゃダメよ。そう、そうそう、おお、そう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 。自分のスイングプレーンを横にして、そう、最初、そう、そう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 。で、そこに上がってくるね。そして左足。あー、体残っちゃってるよ。マジで？そうそうそう、今のは残っちゃってる。だいたいどこに打ち出す？カゴ方向ね。少しもうちょっとオープンでもいいかな。足がクローズになってるから。そう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 、それでちょうどいいぐらいよ。マジで？まっすぐ
もうすぐもうすぐ全然こっち暗いけどね。そうそう、足やっぱり構って捕まえたいから、そうクローズになりやすい。そうでスイングプレーン、そうそうそう、うまいね。もっとやっていいよ。開いた感じ。そうもっと開いていいよ。肩が開いちゃうと振り遅れちゃうけど、お尻がこう開いてくると、そうそうそう、お尻が開いてくると絶対に手っていうのは低いところを降りてくるから、そう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 。あれちょっと大学の時より上手くなってない？やっぱり大学の時より上手くなってない？ちょっといろんな知識入っちゃってるんじゃないの？ヒップジョイント、そう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 、いいね。そうだから肩で開くんじゃなくて、この肩で開いちゃいそうだよね。そうだからお尻が大事になってくる。そう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 、開いたとしてもこうならないから。そう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 、左の壁を、そうで、例えばそれが例えばクラブとか掴まれへんなっていうイメージが絶対来ると思うよ。でそういう時にクラブに頼るというか、そうだからそのスイングするためにはやっぱりね、クラブが信用し、クラブに信用できないとこういいスイングができないというかね。私、止まってないと思ってたけど、止まってたかも。そう、止まってる、止まってる。足がクローズになってる時点で、止まってる。そうそう、捕まえようとしてるから。そう、オッケー。今のいい。今のいいよね。いいよね、これ。もう思いっきり開いてみよう。そう、そうよ。極端にしてみよう。オッケー。人生一度きりやから。なんだっけ、バイ。You only live once ね。そうそうそう、それ。うん、You only live once、チェケラ。という感じでね。そうそうそう。これね、皆さんに左足動かしてとは言えないけど、うん、左の壁を壊すっていうのはすごくいいと思う。もう止めすぎないってことね。そうそうそう。これね、でも、そうそうそう。大きいスイングでこれだけいいってことは、小さいスイング、例えばアプローチとかもすごいよね。動かすの？アプローチも、やっぱりアプローチってもこれすごいアプローチもそうなんだけど、ちょっとも全部アプローチやん。B に対してアプローチってわけだから。アプローチも一緒。一緒なの？そうそうそう。全部骨盤立てて。あ、立ててね。そうそうそう。スイングに意識して、あとは、左の髪を壊す。こうアプローチに苦労されてる方っていうのは、大体手打ちの人が多いので、体が。もう一回やって、もう一回やって。いろんなパターンあるんやけど、だいたいこっちが動いてない。そう、骨盤、この股関節周り。股関節周りね。こっちからじゃないですよ。ここヒップジョイント周りね。こっち側が動いてないので、体が全部こう、止まっていく。停止ない。でも、腕と体のバランスがすごい大事なので、そういう人にも、この左の壁を壊すっていうのは、すごく、神。じゃあこれ何もしないけど、こっち側を勝手に壊してるだけで、自然とボールの向こうに投げれるよね。投げれる。確かに投げるっていう考えたときに絶対開くもん。そう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 。壁壊すもん。アンダースローですから、こんな人投げれない。ここ邪魔になっちゃうから。なっちゃうから。全部こっちがサイドが怖いこないと投げない。どうなっちゃう。ってなっちゃうから。ギリしない。確かにね。そういうことだよね。そうそうそう。だからゴルフもそういうことだもんね。うんうん、これは本当に参考にぜひしてみてほしいなって思います。チキン。朝一のティーショット、はい、やっぱりみんな緊張すると思うんですよね。しますよね。します。それで、スライス。なるほど。やっぱ悩んでる人いると思うんですよ。朝一だからね。朝一、スライスしたら嫌だなぁ。そうですね、そうですね。スライス悩んでる人多いので、はい、スライスを防止する打ち方教えましょう。はい、それをちょっと、じゃあ、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、早速行きましょう。はーい。はい。さあ、来ましたよ。はい。1番ホール、スタートホールのティーグラウンド。はい。
まあ皆さん1番ホールのティーグラウンド緊張しますよね、うん、緊張しますよね。まあ、します。先ほど言っていた、まあ、スライスですね。そう、まあ、1番ホールはスライスしやすいんですよね。え、そうなの？そう、なぜでしょうね。体がまだ回らない、うんうんうん、あ、いきなり答え来たね来ましたね、悪い人ですね。え、そうなの？そう、やっぱり緊張してるのと、あともう一つ、まあ、ボールって前に飛ばせますよね。はいはいはい。前に飛ばすからやっぱりこう打ち急ぎが出てしまいます、うん、じゃあ、まあ、ゴルフの、うん、まあ、スイングなんですけども、うん、こう打ち出したい方向になりますよね。はいはい。まあ、あの、あっちに飛ばすものなので、うん、どうしても気持ちが目標方向に行きやすいです、うん、ということはトップがしっかり回らない、トップがしっかり回らないの間に打ってしまいます。はいはいはい。ゴルフっていうのは、まあ、左右対称ではないんですけど、ほぼほぼ左右対称に動きます。というのはテイクバックで周りが浅かったら、うんうん、こっち側がフィニッシュが回りすぎます。ああ、そういうことね。そう、だからトップが完成してないまま打ってしまうと、うん、体は回りすぎちゃう。そう、回りすぎちゃう、うん、ということはトップが回ってないということは体が速いから打ち込んでしまうし、フェースが開いたまま当たってしまいます、うんうんうん、とは言いつつもやっぱり緊張もしてるので正しいスイングができづらい、うん、ここで練習場の時のアドバイス思い出してください。まず正しいアドレスですね。はいはい、そうだった。正しいアドレス、うん、しっかり骨盤を意識する、うん、骨盤ね、このお尻とか、はい、この骨盤をしっかりと上体で合わせずしっかりアドレスします、はい、ですね。あとはスイングプレーン、そうね、そう、スイングプレーンをしっかりしてもらいます。それが大事って言ってたもんね。そう、それもそれが大事なんですけど、しっかりとこの時に朝一は特にですね、胸とお腹も一緒にこっちに回してあげる、こっちにトップに、うん、こっちに、うん、そうすると自然と肩も入るし、うん、体の捻転もしっかりできるので、うん、さっきは逆 の, はあの運動するって言ったんですけど、うん、こっち側が回りすぎたらフィニッシュが回りすぎますよね、うん、逆にトップが回ったら、はいはい、フィニッシュが小さくなる。なるほど。そう、はいはい、そうすると球っていうのは自然と捕まってきますよね、うん、だから、うん、しっかりと、うん、悪い、あの、何、緊張すれば緊張するほどしっかりアドレスとスイングプレーンと、朝一の場合は特にお腹もしっかり捻転してあげる。お腹ね。そう、お腹、僕ちょっとあれですけど、お腹出てるからあれですけどねそうそう、食べたばっかりだしね。そうそう、お腹ね、うん、ここね、はいはい、しっかりとトップまでやってあげると、はい、そしたら自然と手元は下に降りてきて胸の正面で当たりやすいので、球はスライスしづらくなります。なるほど、はい、うん、じゃあここをね、朝一は特に意識してほしいですね。はい、そういうことです。ちょっと一発打ってもらっていいですか？しょうがないなやっちゃうか、いくよ、朝一ね。じゃあ、うん、今日一日よろしくお願いします。あ、いいね、ルーティンからやってくれるの。お願いします。お願いします。中西です。今日一日よろしくお願いしますお願いします。緊張するな、朝一。何するんだっけ。あ、そうやな、アドレスね。アドレス、あと何やったっけ。スイングプレーンね。スイングプレーンと体しっかり回す、ここね。超気持ちいい。ナイスショー。ありがとう。こういう感じでね、一、うん、回。一回と言わずに、ぜひ今後のゴルフ人生に役立ててみてください。はい、ありがとうございます。ジキラこの動画がいいなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それでは、ジキラー。